よし、ゲートキー。クソゲーすぎないか、これ。大丈夫か、戦闘システム。え、先がある。何？この岩を通り抜けられるのはボニーだけだ。この岩の下を掘れるのは彼だけだ。あ、そういうことね。岩って壊すんじゃなくてくぐり抜けるのか。あ、いけないわ。ボニー仲間になろうよ。よう、お前ら、鍵全部ゲットしたぜ。オールツヤーキースアメージング。では、北の森を訪れて何が起こっているのか調べる準備が整ったと思います。Go ahead, 行け。But be very careful. でも気をつけて。行くか。ん？来た。あ、ここ上行けるの？あ、知らなかった。お金落ちてる。待って、この湖何？湖じゃねえ。水何？あ、ナイス。バードパスね。素敵な鳥の水浴び場です。ストーンがここから水を飲んでいるようです。雨水がいっぱい入っています。汚ね。ザ・ブロッサム・フォレスト。え、花畑？あ、え、しかし、ブロッサムの代わりにダード、デッドと改ざんされている。死の森に変えられてる。怖。まあ、でも、行くしかねえからな、ここ。進みますよ。ありがち。RPG でその演出ありがち。左と右。まあ、左からかな。ショップ寄りたいな。やっぱり。やっぱここまで来ると雑魚敵も強いのかな。怖っ、これ。触れていいのか？え、どうする？触れ。え、絶対噛まれるじゃん。トラバサミ。触れらんない。ダメだ。エンカウントした。デッドオール。あ、お前死んだのか、デッドオールってことは。まあ、これあれかな。攻撃力マックスにしたし。体力もマックスにしようか。何？びっくりした。そういう演出いらないから。5グレーブストーンズ。まあ、5つの墓。5つの墓？いや、やばいだろ、それ。え？船夫じゃん。違うの？墓石が5つ。森林を破壊してる何かによって倒れた人々の墓石のようです。え？名前は？ Who called have put...Jesus here. え、これもう一回行ったら見れないかな？見れないか。なんか上に進んでったよな。うわぁ、デッドディア、めっちゃ弱いね、お前。ミス、帰りな？何しに来たんだ、こいつ。あ、忘れてた、図鑑埋めやんないと。図鑑埋めたいわ、全部。待って、この看板あるってことはもうフレディいるじゃん。もうフレディって書いてあるよ。あと、アバンドンドキャッソン。看板の上に赤く塗られた文字がかろうじて判読できます。F で始まり、Y で終わります。フレディ。いきなりまあ戦闘にはなんないよね。あ、やめよう。ちょ、一回ショップ戻って、装備を整えたい。皆さん、ちょっとこれ見てくださいよ。ギルデッドビーバー。これさ、やばくね？ 0.8% だよ。ちょ、待って、こんなやついんの？今、レベル上げしようと思ってたんだけど、レベル上げついでに図鑑埋めてえなと思って、これ図鑑ね、まあ、この1234、こっからここまでのモンスターは東の森で出たやつらなんだよ。で、こっからここは南で、こっからここは東ってなると、ここが多分、ここ2つが北の森に出るやつらで、この上は何なのかっていうと、このモンスターの進化系みたいな、ちょっと強化個体なんだよね。ほら、デッドボアとかデッドオールで、このビーバーの一番上になんかギルデッドビーバー出てきちゃって、今どういうことってなってる。他のエリアにもこういうやつらいるんだよな。で、今恐怖してます。で、とりあえずここに入るね。ここの図鑑に入るやつを埋めたいので、そうだね、ここのモンスター見つけたらフレディ戦いに行こうかな。はい、戻ってきました。で、一個ね、気がかりなのが、鍵使ったにもかかわらず、右上のキーズのところ。あのゲージあるんだよな。まだ鍵集めとかあんのかな、このゲーム。ということで、とりあえず行ってみましょう。フラディ。いや、この先にまだ、ほら、だって鍵刺すとこあるもん。まだ鍵集めするんだ。行きます。いや、僕ね、めっちゃ強くなったよ。え、誰でお前。BB?You are the one I...Need to be looking out for. 君はちょっと困った状況に陥ってるよ、ポップゴーズ。だって、私を延期すればキルスイッチが作動するから。延期？あ、私を倒したらキルスイッチが作動するからだよ。
倒せなってこと？他のものをこれまで以上に強く蘇らせるキルスイッチ。なるほど。いやでもどうせやんなきゃいけねえんだろう。いや倒すよ。見て僕の HP270。 あ、てかステータスで勝ってるやんけこれ。まあ、けど一応アイテムあるんで、あ、ピザ買いました。フル HP。まあ、とりあえずこのアタックプラス使って攻撃力増加させて痛い。で、アタック。45。まあ、殴り勝てるけどこれ。うわ、やっちゃったね。ポップコーズお前やっちゃったね。アイテムいらなかったな。え、1耐えた。You win。え？耐えてるけどあいつ。え、インスペクトザキャッスルとは入れない。ロックかかってる。あ、これで、ザ・ガーデン・イン、スペース・サラ、ああ、サーラのところに行くと。これで鍵をまた集め直すんだ。まあ確かに動物図鑑が全然完成してないから、まあまだ一悶着あるだろうなと思ってたけど。そっか、これで動物たちが蘇るのか。サラ、大変なことになったよ。What happened? Did you find anything? 他の誰かと戦わなければならなかったのよ。この邪悪な行為を行っているものの、もう一人の信奉者。おそらく、そして他の者たちも生き返るだろうと彼は言っているのですか？あと3つの鍵が必要なドアがあるって。面白いですね。ちょっと前に誰かが宿に手紙を置いていった。名前は聞き取れなかったけど、フレンドリーな感じでした。その人はできるだけ早く会ってお店に行くようにと書いていました。緊急のようですね。彼らが何を言っているか調べて、それからもう一度地下ウエストフォレストを探してみてください。西の森に行けと。はい、ポップコーズアーケード。続きからやっていきましょう。コンティニューの横に、地下ポクシーボニー BB。このマークついたんだけど、これ絶対あと4体いるよね。まあ、地下ポクシーボニーと多分再戦するんだろうね。で、その後、フレディ。かな？フレディラスボスか。で、このヘルプってとこ見たんだけど、なんかね、まだ追加される要素があるっぽくて、これだね、一番下。Abilities can be upgraded。アップグレードがあるっぽい。Twice each。あ、インス。いや、だから、戦術の幅がもしかしたら今後広がっていくかもしれない。やっていきましょう。で、東じゃねえや、西の森行けって言われたんで、西の森ってまたチカちゃんとお話ししてこようか。多分ね、雑魚敵も出てくるキャラ変わってくると思うよ。あ、来た。あ、プラスになった。コラプトディア。120、12。まあまあまあ、これくらいだったら全然どうとでもなるね。オッケーオッケー。これさ、この前出たあの、はぐれメタル的なやつ。0.8%。おお、どうしたお前。あいつさ、ちょっと出したいんだけど、完全運ゲーなのかちょっとショックだよな。なんかどうにかなんないっすか？何これ、びっくりした。え、お前これ絶対毒だろ。な、何何何、どいて普通に。え、ふん、あ、いった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 。いや、これ多分ただのエンカウントだな。あ、強くない、大丈夫、勝てる。あ、BB いる。なんかでも目がさ、ちょっと可愛くなってない？あれ、こんな目してた？お前そんな綺麗な目してたっけ？はい、ポップガーズ。君がここにいるなんて変だと思うだろう。でも私を信じてほしい。あの戦いであなたが私を負かした時、私は正気を失ったように感じました。あー、正気じゃなかった、誰かに操られてたみたいな感じか。私が知る限りではこれはかなりユニークな反応です。この辺りの動物たちは諦めていないようだ。多分それが原因だろう。多分それは私が人間だからだろう。実際私は今それぞれの森の周りを移動する奇妙な赤い雲を見ています。あ、さっきのやつかな、もしかして。雲って感じじゃなかったけど。そして彼らはさらに悪い奴らを引き寄せているようだ。でも少なくとも私は変わろうとしています。私はあなたの役に立ちたいです。私のボスは地下のジャンプやボニーのディグのようなギミックを私に提供しようとしました。でも不当な優位性なんて望んでいなかったんだよ。ただ戦いたかっただけなんだ。あー、確かに BB って戦いの途中何にも特殊攻撃しなかったんだよ。正々堂々と戦ってたよね。まあ、地下はジャンプで回避して、ボニーはディグで回復して、フォクシーはフックで攻撃してきたけど、 BB は何もなかった。でも私が目覚めた時、私は彼の城に忍び込み、彼が私に言ったアップグレードのいくつかを盗みました。お前もしかしてそれをくれる？あ、そして私はあなたにそれをあげます。あなたはただ私のために何かお返しをしなくてはいけません。あ、すごいことになってる。あ、これあれだ、敵倒せってことだ。
はあ、スーパースピード、マニーブーツ、スパイキーシールド。ちょっと待って、マニーブーツ先じゃね？いや、もうこれ訳さなくてもわかるわ。BB's ブラックマーケットって書いてある。スーパースピードアップグレードのために西の森のオーバーワールドでより早く移動できるようになります。いや、それよりお金、絶対金。この世は金でできてる。金さえあれば何でも買える。歩くたびにお金がもらえるブーツ、いいんすかそんなん。で、イーストフォレスト、東の森コンプすると、スパイシーシールド、スパイキーシールド、シールドは敵にダメージを与えます。反撃だな。まあ、これ最後でいいや。ちょ、待った、わかった、じゃあ先に南の森行ってコンプリートしてくるわ。あ、先にボス倒さないとダメなのかな。え、そんなことないよな。え、じゃあ南の森行ってきますわ。はい、南の森のコンプリートしました。レディー、アンロック。あ、ゲットしたってことこれは。お、なんか BGM 変わった。マニーブーツって書いてあるわ。今お金が210円ね。210円。ちょ、見てて。そんな簡単に増えないか。違う、お前じゃない。はい、今225ね。で、こっから歩いてどんぐらい増えるか。なんかすげえ音増えたな。BGM 増えた？増えない。おい、これあ、8も増えた。プラス5だ。すげえ。じゃあこの調子で西の森も制覇してきます。はい、ウエストフォレストコンプリートしました。レディー。ちょ、もう舌が回ってねえな。レディー、アンロックド。なんだっけこれ。あ、スーパースピード。いや、これは目に見えてわかるでしょ。行くよ。ちょ、こっからもう東の森まで突き進むわ。 BGM が豪華になった。ゴー。ほえ。2倍だこれ、絶対2倍だ。またある。行ってきます、東の森。あ、ちなみにここまであのはぐれメタル的なやつは出てきてません。はい、お待たせしました。これでね、全部のモンスターを倒すことに成功しました。これなんかオール、あと2体、ごめん、ちょっと待って。はい、オールを倒しました。これさ、もう完全にやってることをアンダーテールの G ルートなんだけど、心がいて。レディー。よし、これで全部アンロック解除したぞ。で、スパイキーシールとか、まあ未だにちょっと分かってないから、君は強くなってきていて、これらのアップグレードが役立っているのが分かります。うち2つは役に立たないと思うけど、戦闘で。でも最後にもう一つ、あなたにあげたいものがあります。これは祈りというよりは贈り物に近いものです。旅の助けにはなりません。でもこれで終わりなら使えるかもしれませんよ。そしてそれはすぐに終わるでしょう、きっと。いずれかの宿屋を訪れるだけで獲得した報酬を確認できます。今教えろよ。もったいぶるなって、お前。ありがとう、行くよ。あ、 BGM 変わった。はい、宿屋着いたよ。あー、ジュークボックスと。はい、タイトルスクリーニング。でこれね、なるほどね。え、金かかるんじゃん。待って、今買ったわ。ザ・ガーデンってやつ買ったわ。最悪。騙された。これ金必要かよ。13、まあこれ多分ラストバトルなんだろうな。7なんてハテナなんだ。あ、リベンジボスバトル的な、そんな感じじゃね。サウス、イースト、ノース、ここなんだろう。ノーマルバトル、レアバトル、ミニボスバトル、ブリッジガード、0.8% の確率で現れたやつ。そんだけか。じゃ、地下ボンフォクシー倒していこうと思います。